記録的な不漁や新型コロナの影響で中止となっていた由比桜えび祭りが今日5年ぶりに開催されました。静岡市清水区の由比漁港で5年ぶりに開催されたのは日本最大の桜えびの祭典、桜えび祭りです。毎年ゴールデンウィーク期間中に開催されていましたが、今年は桜えびが安定して取れる時期を見計らい6月にずらして開催されました。あいにくの天気にもかかわらず、会場には桜えびのかき揚げを求めて行列ができるなど、県内外から多くの人が訪れにぎわいました。会場ではこのほかにもおでんや焼きそばなどを販売する出店が並んだほか、設置された特設ステージで太鼓の演奏やダンスなどが披露されました。